何やき、なんかデコにたい焼きで、ハンバーグ、まあ、たい焼きじゃなくてもいいか、いやたい焼きか、体の節々が痛い。今日ね、前髪巻いてたんだけど、もう汚くなっちゃったから諦め諦め、浅香さん、やじうまさん、アジサイゼリー、フックポンさん、リオさん、柴犬さん、ひーちゃん、カエルさん、つさん、アリが猫、甘い猫、ありがとうございます。ピヨシさん、ハーギピーさん、ありがとうございます。首が痛い、なんか体がいろんなところ、体の節々が痛い。寝すぎた。明日は久々のチャートリーです。そう、和菓子キャンペーンが今日までなので、まあ和菓子キャンペーンの何かを、まあギフト、せっかくくれる方は和菓子キャンペーンギフトをくれた方が嬉しいです。何もしてないよ。何かをした。あれ、明日まで？今日までじゃない。何かをしたから痛いわけではないけど、なんかもういろいろ痛い。寝すぎかな。でも寝すぎなぐらい眠いんよ。そう、寝たくて寝とるんよ。そのけど、そしたらなんか逆効果みたいな。もう首が痛いよみたいな。明日までなの？あ、そうなんや。今日までかと思った。まあどっちにしろですね、キャンペーン期間はそのキャンペーンのギフトくれた方が嬉しいです。 MJ さん、そうちゃん、神谷さん、テリー P さん、青鬼くん、ぐゆきさん、赤色さんさん、アジサイゼリー、つかあさん、しゅうじさん、ありがとうございます。まひのさんがね、なんか人間は疲れたから寝てんのにそれで逆に痛くなるなんておかしくないみたいな前めっちゃなんか何回も言われて、その時はそんなになんか別に共感せんかったけど、今なら共感できる。その気持ちがわかる。TM マンさん、バーバブさん、おいでます元気さん、ありがとうございます。
ありがてえと、ありがたい焼き。寝方がおかしければ体痛くなるよねって、私の寝方がおかしいと言いたいのですか？TGC のね、 TGC 松山のライブ出演が決まりまして、嬉しいですね。北九州ぶりの TGC。 そう、でもなんかもうチケットないんでしょ、びっくりした。もうチケットないらしい。まあでも配信あるみたいですので、配信でご覧くださいまし。久々見たミラーボール。ミラーボール、ビタミンさん、ナラブさん、平次さん、ゆうきさん、ポンタさん、吉田圭一さん、アクミラーボール、ナラブさん、ありがたい焼き。いて。確かに、いつもね、もうチケット終わった頃に発表されるよね。そう、13日がそれで14日が川崎なんですよ。なので川崎でお会いしましょう。そうね、愛媛からの川崎。飛行機かな、ね、どうなんやろ、分からんけど。そう、夏はね、なんかもういろいろと大移動祭りな気がする。何かと8月とかもなんかいろんなこれやってあれやってここ行ってあそこ行ってみたいな感じになりさい、なりそう。やばいでしょ。いやでももう広島からさ、東京がいつも4時間、なんなら新潟までもさ6時間で行ったけんさ、もうなんか STU の移動で飛行機に乗ることはもう海外以外ないみたいな。STU ならバスって、いやそれはやばい、いやそれはやばい、それは思ってないよ。いや松山からどっかまで行って、どっかから新幹線乗るんかなと思った。さすがにバスはやばいでしょ。それは鬼夜行バスみたいな感じ。夜行バス乗ったことないよね。ちょっと楽しそうな気もしなくもない。
けど嫌です。ナラブさんありがたい焼き。スティーはどこに行くのもね。いやでも初期の頃っていうか入る前、スティー入る前はその戦場劇場やるときはその船にその戦場劇場にメンバーも乗って行くんかと思っとった最初は。そんなにはスペースない。みんなが座っとった客席で、ね、寝ることしかできん。そう、楽屋もそんな広くなかったしね。レストランついてないよ。なんかもう記憶の片隅って感じ。だいぶ、うん、薄。まあそんなにねやってないけんね2期生は。
そう考えたらもう知らない子が多いってことになるよね。2.5 とか3期は知らんって思うと。逆にさ、船があった頃ってゲバントとかクアトロとかでライブしてなかったっけって感じ、なんかしてなかったっけって感じする。逆にね、ビデオでやっとったっけ？やっとったっけ？え？やっとった？それ船なくなってからじゃなくて、やっとったっけ？え、やっとったっけ？って感じ。劇場内の STU だけ、確かにね、そう考えたら STU だけかも。なんか良くもあり悪くもあるよね、専用劇場がないってさ。なんかサラの48論で言ったら、ちゃんと専用劇場があってっていうのが欲しいけど、でもまあ私は毎回同じ場所に行って決められたことを毎回やることはあまり得意としてないからこそ、毎回会場が違うのはそれはそれで新鮮。いいかも。クアトロ、ブルーライブ、エディオン、ゲバント、たまに県民文化とかさ、なんか場所が違う県こそさ、場所が違ったら違う感覚になるやん、内容は同じでも。いけん、本当に良くもあり良くなくもありって思う。これで会場が毎回だって、船でやっとった時代は、じゃあ今日は神戸港ですってなっても、やっとる時は何にも景色変わらんわけよ。こっちからしたら、こっちからしたら何にも変わらんし、なんなら外に出た、帰る時外に出る時に宇品じゃないってなるだけそう、本当にそれだけやったけん、そういうあれで考えると、まあ毎回違う場所は、なんか新鮮味というかいいけどね。いや本当に思いよったもん、めっちゃ覚えてる。神戸港の時に帰る直前まで特に何も神戸を感じてなくて、船出た瞬間に弥生たちと、そういえばここ神戸やんって言って、今初めて感じたんやけど、ははみたいな感じやったの覚えとるけん、マジで場所によって違うのはいいけど、今思うともっと船で写真も撮りたかったですね。あの頃はそんなあれやったけど、今思うともっと船で写真も撮りたかった。
そうですね、夏は確かにブルーライブはちょっと避けていただきたいですね。メンバー誰かぶっ倒れるよ、楽屋が室内じゃないから。夏は岩壁って懐かしい、もうないですね。あれもあれでね、みんな大変そうやったけど、焼けて。今日も外暑くてなんかびっくりした。夕方でもなんかめっちゃ暑くて、めっちゃなんか暑くてさ、じわじわくる暑さで夏じゃんって感じ。梅雨、でも梅雨入るんでしょ、なんか今週ぐらいから。嫌なんですけど、雨降らないでもらっていいですか。ポンタさん、ノアラブさん、テリーピーさん、モンブランさん、エリンちゃん、スケさん、山鶴さん、キョンシーさん、ヤジウマさん、ダーワさん、トシヤさん、ありがとうございます。ありがたい焼き、梅雨になると髪の毛爆発する。外回りで雨で、ん？外回りで雨やつ。ああ、なるほど。外仕事。それは辛い。
今までの年、去年とかさ、6月にエアコンさらつけとったんかなって思って。冬はなんかいけるけど、夏はね我慢できない。我慢したら危険だしね、もはや。さすがにね、もうつけたら夏やばいかな、本当のね夏やばいかなって思うけど、いやさすがにちょっと暑すぎるって思ってね。そう、なんか家で汗かきたくもないしと思って。家で汗かくのは遠慮願う。ベタベタもしたくないからね。サーキュレーター持ってない。キュレーターは持っておらんですよ。日焼けだけは気をつけている。デリーピーさん、ひろふみさん、おじさん、ぼ、マスターさん、あっくんかわいいギフト、ありがとうございます。うちわでのじ、いやなんかさ、うちわとかさ扇子とか自分でやるのってさ、もう本当に暑い時はそうやってやるのすら暑いじゃん。そうやってやっとる、やって動かしとること自体も暑いけん、やっぱ電動に尽きる。もうそうやって手を動かしとることがまず暑いもん。本当に暑い時はね、
でもさ、もう学生の頃はもう全然焼けとった。やっぱ日傘は大事。学生の頃はね、日傘さすのすらなんかまあ時代だよね。今やったら多分言われんやろうけど、その頃は日傘とかも言われる対象だとか、ね、怒られるではないけど、先生とかに言われる対象。今思えば意味わからんけどね、今思えばとても意味がわからないんですけど。時代だと思う。ギリ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 我慢した世代じゃないっていう話この前友達とした。なんか今やったらもう何も言われてないっぽくて、同じ学校でもギリギリ さ、まだそこまで変わってはない世代やったけん、ギリギリ言われる世代。それもう男の人でもね、絶対日傘さした方がいい。絶対に。普通にもうシンプルに皮膚に悪いと思う。まあ面倒くさいって思う人はまあ別にいいと思う。まあいずれ、いや本当に焼けたくないとか皮膚悪くなりたくないなとか、多分そういう感情があったら、面倒くさいよりもやらないとっていう感情にきっとなるから、その感情になれないってことはもうそれでもいいってことだねって思うっていう。嫌だから気づいたらもう面倒くさいとかよりも焼けたくないっていう気持ちの方が大きくなったから、日傘を差すようにはなった。絶対差した方がいいよ。野外のフェス、え、そうやけん、なんかそういうの見とったら不安に思う、逆にこっちが。なんかさ、ドラマとかでもさ、めっちゃ焼ける、もうこんなん焼けるやんみたいなシーンあったら、もうなんかさ、こっちが不安になる。もう日傘さしたくない。今日は 34.8。 え？そんなに？そんなに？そんなにですか？
プーチンさん、バーバブさん、スマイルさん、スケさん、ありがとうございます。ひろふみさん、ありがとうございます。あ、達成済みになった。ありがたい焼き、イエーイ、ありがとうございます。フルーツ大福ゲットフルーツ大福ゲット。ありがたい焼き、多分、確かフルーツ大福やった気がする。この夏に定番化しつつあるだと思う。ありがたい、確かそうです。最近ね、前のショールームのデザートギフト券で選んだアイスを食べてます。アイスを食べておりますよ。7個入りかなんかのプレミアムバニラとクリームチーズ味とチョコ味みたいなのがあって、クリームチーズが圧倒的美味しかった。でもう2個ともなくなった。なんかチョコはめっちゃ濃い、もうめっちゃ甘いけん一気に1個は食べれん。甘い、めっちゃ甘い。でバニラ、あとバニラですね。なんか選べるやつ、普通にね、そう、選べるやつだったんですよ。牧場かなんかのやつを選んだ。いろいろあったけど、他にもカタラーナとか選べるやつあったけど、アイス、そのアイスを私は選びました。フルーツ大福は多分選べんと思う。普通にいろんな味をもらえるんだと思う。毎年恒例のやつだったら一緒です。牧場系はね、濃厚で美味しいからね。今日はもう焼肉も食べたいし、回転寿司にも行きたいしみたいな気持ちがあって、でもなんかさ、この最近さ、最近っていうかここ最近結構帰省しとるメンバーが多くて、実家にね、そうやけん、だからこういう時になんかめっちゃ感じるよね。さら沖さんとか南さんと結構仕事終わりにご飯行ったりとか、なんか不意に誘って行ったりとかしとったけん、誘える人が2人減ったんですよそう、誘える人2人減ったし、胸息とかが帰省してしまったらいけないし、そうなんですよ。池田とかありちゃんはなんか気軽に行けるあれではない、距離感的に物理的な問題でそう行けるあれでもないし、
そう、自分でさ一人で外食行く派じゃないけんさ、多分行こうと思えば行けるんやろうなって思うんやけど、自分でも。でもだったら別に楽しいと思わんけん、だったら別に家で食べようってなるんですよ。胸息はやけん、そう、胸息を規制したらもう終わりそう、もう規制したら終わりなんですよ。胸息とは何を喋るわけでもないんですけどね、行ったとて。ご飯を行って何、ご飯に行って何かを話すわけではない、決して。クルナさん規制いないって、知らん、知らない。そこはい、さ、気使われるのいい、多分ね、さ、気づいたよ最近、最近っていうか、まあちょっと前からやけど、思うのは気使われるのが嫌やけん、自分が気使う立場の人の方がいいんよ、どっちかっていうと。やけん多分先輩とかの方が一緒に寄って気が楽なんよね。そう、そうなんですよ。気を使われる、なんか気使ってきとるなっていうのを感じると、こっちもちょっとあれやけん、ただその先輩が減っていくという世界にはね結構行くけど、まあ明日生誕だしって思って。そう、プラスあのなんか太るとかあんまり気にしてない子の方が誘えるんよね、サラは。沖さんとか南さんとかは食べる量も同じぐらいやし、話す、ずっと話しとけるし、ふっかる具合も同じぐらいやったけん、本当にそう、よかったよね。マヒナさん、マヒナさんは、マヒナ先生で、マヒナさんはあのね、なんていうの、なんか事前に誘って、じゃあこの日行こう、いいよがあんまりできんタイプ、なんていうんだろう、なんかだし、やけんと言って急に行こう、いいよ、もうなんかあんま成り立たんだよね、むずい。最近どう、え、でもちょっと前に行ったよ2人で、いつやっけな、ツアー終わった後ぐらいに行ったけど、なんか種類違うかも一回カフェ行ったのもマジでレア。
そう、撮影が同じぐらいの時間、同じ日で同じぐらいの時間やったけん、そう、撮影終わりに出かけようってなって、まあメイクしとるしいいやろうと思ってそれは言っと何日か前に言っといて、で一緒にカフェ行って、でパン屋行ってってしたら、なんか毎日いつもこんな暮らししてんのみたいな言われてなんかいつもこんな優雅な暮らししてんのみたいな言われた。そうよって、これが普通よって、サラにとってはこれがいいよ、普通よって言ったけど、そう、なんかそうだよね。まひなさん、あと連絡が帰ってくる時と帰ってこん時の差が激しいけん、なんかまあ帰ってこんだろうな、もういいやってなるそう、サラピみたいにグイグイ来る後輩いますかって、何を知ってんだよまるでなんか自分がさらに来られる先輩みたいな言い方して、あ、そう、ソラさんもそう結構いける人だよ、ソラの中では。しソラさんもまあ行こうって言ってくれるけん、年下やけど、まあ、先輩っていうので多分いいんだと思う。ありちゃんもね多分そうだと思う、さら年下やけど、まあ、一応先輩かっこ一応もうありちゃんに関してはもうかっこ一応って感じやけど、まあやけん仲良くなれたんだと思うけど、後輩、え、そう、でもリオツンはずっと言ってくれとって、そう、サラピさんとカフェ行きたいですみたいな、そう、とかリオツンは何気に好きですとは言ってくれとるけど、どこまで本当の好きなんだろうっていうのをサラは見てましたよ、入ってきた時から。リオツンはもっと掘れば面白いんだろうなって思う、掘れば面白そうと、素が見えれば、そうなんよ、いろんな、そうだよね、なんかいろんな人に好きって言ってるイメージもある。まあ多分マイキューさんのことを多分一番好きなのは多分わかるんやけど、でもまあ掘ったらおもろそうだなって思う。そう、でもリエチがずっと言ってくれとるし、リエチの好きはまあ本当に信頼できるなんか信頼できる好き、そう、信頼できる好きだったので、入ってくる前からね言ってくれてるし、私の名前しか言ってなかったから、そう。でもなんか卒業、気づいたら卒業発表しててびっくりした。そう、本当にね会うことがないんよ、3期生は本当に会わんくて、全然本当に会う機会がなかったけん、いや信頼できる好きってあるよ、そんなのあるよ、私はそういうの行動で見てる派だからそうですよ、よし、なんかカフェも誰よりも一番に行きたいですみたいな、もう他の後輩と行かないでくださいみたいな、一番に行きたいですみたいな、
そうずっと言ってくれとったけん、ちょっとそこは私もね、行こうと思います。まだ行ったことないけど、後輩とは。そう、入りたかったユニットもチャートリー、あ、そう、それもなんか言ってくれとったよね。さらにチャートリーがいいですみたいな、チャートリーに入りたいですって言っとって、え、意外だねって言ったら、サラピさんがいるからですって言っとったよ、リュウチ。そうそう、あ、そうなんて言っとったんやけど。この前、ちょっと前に広島のリリーベかな、なんかの時に、なんかサラが帰りが 2.5 期とサラみたいな感じやったんや。5人で、そう、 2.5 期4人プラスサラみたいな感じの5人で帰り一緒で、そしたらなんかくるくるが走ってきて、なんか小走りしてきて、なんか隣に来て、サラピさんとカフェ行きたいですみたいで言ってきて、えってえって言って、まさかの人だったので、私はサラピさんとカフェ行きたくてみたいな言ってきて、ええ意外だねってサラも、え、意外だねとか言って、そんな、そうで、サラが、え、行ったことないよねみたいな、他の後輩のこと出かけたことないよねって言ったら、なんかくるくるがなんか、あ、じゃあ私が先陣切って一番にとか言ってきてこう、なんか、そう、こうやつはすごいぞと思いましたね。っていう会話が聞こえていたのか、リオツンはツイッター上でカフェ行きましょうってリプ送ってきたおもろい。そう、一見、あれ、くるくるは、あれ、おかしいですねって言ったよ。あれ、サーヤンさん一途じゃなかったんですかってでくるくるに言ったら、なんかくるくるが、なんか、いや、まあ、いろんな方との交流も大事かなと思ってるとか言ってきて、なんかもうやけんくるくるに、あ、悪いやつだねって悪いやつだねくるくるはって言って、もう、そう、私はもう最近くるくるを悪いやつ認定してます。あざと女、そう、ずっと池田と一緒に二人で、うわ、くるくるって、うわ、そういう感じなんだねみたいなずっとそう、ずっと2人で池田と、え、来島さん、え、みたいな。でもなんか、くるくるはみんなの想像がどういう子かは知らんけど、サラから見たら上手な子ってイメージなんか結構おもろい、うん、なんかおもろいなって思った。この前も川崎の日に、結構長めの30分ぐらいあったかな、結構長めの移動距離がずっとタクシー2人っきりで、そうで、タクシー乗る時もなんか乗るか乗らんかみたいな感じやったけん、え、乗りなよって言ったら、なんか、いいんですかなんか、いいんですかって言って、なんか乗ってきて、そう、いいんですかって言って、下から来たかと思ったら、あ、私と乗りたかったんですねとか言ってきやがって、くるくるが、いいんですかって言ったかと思いきや、そう、なんか、私と乗り、あ、サラピさんは私と乗りたかったんですねって言ってきてけ、おろすよっておろすよって言ったら、なんか、いや、すいませんみたいな感じで、そう、二人でアイス食べながら多分30分ぐらいずっとなんか話しとった。そう、
なんかネタが通じる系、ネタが通じる系の感じ。そう、意外と一番 2.5 の中で一番なんていうの、うん、うまく なんていうのいける子だと思う。くるくるって思った。めちきのこさん、ならぶさん、大量にありがたい焼き、マグさん、ありがとうございます。興味湧いてきたって、こんなちょっと話しただけで興味が湧くなんて単純な野郎だ。待って、ノアピ、ノアピこそ子供、真の子供だと思う。めっちゃ子供。なんかなんて言うんだろう、初期のさこちゃんとかみたいな可愛いねっていう子供とはまた違う子供。そう、見かけの子供はないけど、見とったら子供だなって思う。だって何歳離れとるみたいな感じ。何歳だって、何歳、めっちゃ離れとるけんさ、単純に考え、冷静に考えて。江戸は一緒、うん、やばいね、そう考えたらめっちゃ離れとるね。サピー潜り込めるな、人苦労しそうで。そうですよ、そんな簡単に入ってこれると思われちゃう、困る。入り込むまでがね、あるんで。浅く広くではないので、私は人間関係だから浅く広くを求めている人とは仲良くなれないかもしれない。
オタクスタンス的にはそんな感じですかね。でもなんかそうなんじゃないと思う。普通に比例しとる気がする。現実と現実とって言ったらなんかあれだけど、現実とあれが、私はそうなんだねってなるって気づいた。なんか自分好きがその程度なんだって気づいたら、あ、そうなんだねって、なんか急にスッてなる。そっか、オッケーってなる。二回り違うんや、りょうつんとあたいって。それ計算できるよ。計算できるよ。大丈夫そう？二回り違う、計算できちゃうよ。逆にイケアンとはどうやって深い。池田なんで分からん。別にもう単純に同期っていうのもあるし、普通におもろいし、波長だし、波長合うし、家族のような機嫌の悪さも出してくるし。わからない。でもああ見えて最初はなんかサラピサラピって来てましたからね、池田さんは。最初のキャラはそういう感じのキャラだったので、なんか今の池田とはまた違ったキャラだったので、池田にはいろんなキャラがあるので。池田にはいろんなキャラがあるんでね。まあそれもおもろいですけど、メンバーはやっぱどれだけ長い時間を一緒に過ごすかによる気がする。めっちゃ思う。どれだけプライベートみたいな時間を一緒に過ごしとるかによるなって思う。大御所キャラ。見た目、うん、でもさ、見た目正反対の友達多いけんね。普通にメンバーじゃなくても、普通に学生時代からの友達でも見た目の系統というか全然違う友達の方が多いかも。
メールをね、メールも送りたいと思います。明日は久々のチャートリ公演です。南さんの卒業公演ぶりかな。そう、結構久々というか、まあツアー期間中とかはさ、課外活動公演自体まずやってなかったけんね、そもそも。そうなんですよ。2ヶ月どころじゃなくやってない気持ちになる気持ちやけどね、気持ち的には。そうね、明日からは割と忙しい週末というか、どんどん東へ登っていく夕方になります。夕方じゃない週末になります。マサヒロさん、ありがとうございます。
か明日の夜から雨かもみたいな見た。その夜から広島も雨かもみたいな。傘を一応持っていた方がいいかもしれないですね。確かに明日チャートリー公演来る人は衣装店まだあっとるんか。確かに。幕張の日今のところは雨だ。あ、そうなん？大丈夫じゃないんかと思ってた大丈夫じゃないんかと思ってましたよ。並ぶさん、ありがたいゆき。それではそろそろランキングを読もうかなと思います。48位ダーワさん、24位吉田健一さん、13位神谷さん、12位浅香さん、11位矢島さん、10位マグさん、9位めっちゃきのこさん、8位ピロシさん、7位あっくん、6位ポンタさん、5位ひろふみさん、4位テリーピーさん、3位バオバブさん、2位赤ヘルサンツさん、1位並ぶさん、ありがとうございました。和菓子キャンペーンも達成ありがとうございます。ありがたい焼きでした。それでは終わりたいと思います。明日はチャートリー公演です。それでは終わりたいと思います。ありがとうございました。バイバーイ。